はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この企画は、有名な都市伝説とか怪談話を、再度楽しむというような、コーナーでございます。はい。やっぱりね、すごいリクエストがありまして、はい。その中でもたくさんあったリクエストで、やっぱナンバーワンのやつを今回ね、話させていただきます。はい。いきます。八尺様。八尺様っていうのはもともとこういう話したよっていうのと、うん、他の目撃談とかとちょっと照らし合わせてみようかなと今回思っております。はい。まずですね、まあベターな八尺様の話なんですけれども、これが2008年のシャレコワでね、まず最初に話されたものなんです。投稿されたものなんですね。はいはい、うん。で、それの投稿の内容なんですけれども、うん、ある男性がね、バイクの免許を取りまして、で高校生の時にいろいろ回ってたんですけれども、まあ夏場ですよ、父方の方のおじいちゃんおばあちゃんの家に行ったんですね。うん。その時に、縁側のところでちょっと進んでたら、うん、なんかね、石垣のところに頭一つ分見えると。女性のね。うん。で、なんか頭に麦わら帽子かぶってると。はいはい。で、なんか聞こえるんですって。耳澄ましたら、ポッ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 って聞こえるんですって。うん。よう考えてみたら、うん、あれ、石垣2メートルぐらいあるよな、と思って。うん。いや、2メーター以上の女なん、あれ、と思って、うん。怖ーってなったんですよ。うん。ほんで、その後に、おじいちゃんおばあちゃんに、ちょっとちょっと聞いてよって、うん。なんか白いワンピースの麦わら帽子のでっかい女見たのよって言って、うん、そんな人がいるんだねって言ってたおじいちゃんおばあちゃんもね。うん、それがね、2メーター超えてんのよって言ったら顔色変わんのよ。うん。ちょっと待って。うん。それ八尺様じゃないか。なんてもう見ちゃったんだよって怒り出すんですよ。うん、うん。今から K さんを呼ぶって言って、言うんですよね。うん、え、K さんと思って。うん、その K さんっていうのは何かっていうと、霊媒師っぽいんですよ。その地区のね。地区のね。うん、で、ふーっと来て、八尺様見ちゃったんだね、みたいな。うん。さあちょっと運が悪いね、と。うん。でも、ちょっと、今日一日は我慢してもらわなきゃいけないって言って、おじいちゃんとその K さんだけが2階に上がっていくんですって。うん。で、もう来ていいよって言ってその男の子を連れて上がったらば、もう新聞紙で、もうね、窓ガラスを全部覆ってるんですよ。うん、うん。で、そこに教文やら何やらぐわーっと書いてあって、うんうん、お札とかペタ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 と貼って、はいはい、木の机があるとちっちゃいね。うん。その上に仏像があるんですって。うん。で、ここでお前には一日過ごしてもらうと。うん。夜をね。で、朝の7時までいてもらうと。うん。だけど、その時にね、私らがもういいよ、出てきていいよ、とかって言うはずないと。お前に声かけないから絶対に、うん、私らの声でもってあなたを呼ぶ声がしたとしてもそれは八尺様だから絶対に家からじゃダメだよって言うんですよ、うんうん、で分かったと何言ってんのかなと思ったんだけれども結構そのおじいちゃんおばあちゃんとかね、うん、K さんとかが切羽詰まった感じで言ってくるから、うん、これほんまにまずいかもしれんなとそんぐらいから思い出したとなるほどで夜になるんですよ、うん、でテレビもあるからテレビ見ようと思っててだから全然、ね、怖くって入ってこないですよねテレビの内容が頭に ね、うん、怖いなー怖いなーと思ってたらその時になんか気失うみたいに寝ちゃったんですって、うん、でふって目覚めたら1時過ぎなんですよ、うん、で携帯電話を取り上げられててそこにあるのはまあ置き時計とかね掛け時計とかなんですよ、うんうん、だから1時過ぎか結構寝ちゃったなーと思ったらコツ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 って音聞こえるんですよ、うん、何やろうと思ったら外側の窓ガラスなんですよね、うんうんこんなところに、コツ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 等間隔で、音を当てられるやついると思って、石投げてるとかじゃないんですよ。なんか、手でコン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 、コン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 としてるようにしか思えないと。だってここに2階ですから、そうだね。無理な話じゃないと思って、って思ったら八尺様だと思ったんですよ。怖い、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 怖いと思ってたらおじいちゃんが、もういいんだよ、出てきても声かけないって言ってたよね。うんうん、え、なんなんこれ、うん、怖いと思って、まあ、その、机のね、木の机の上にある仏像に頭下げてね、うん、お願い、助けてくださいって言ってたら、バタッと倒れちゃったと。自分がね。うん。その時には、ポッ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 聞こえてたんですって。八尺様やったんや。ふって見されたら、7時過ぎですよ。うん、あ、よかったーと思って、ガラガラガラと開けたら、おじいちゃんおばあちゃんが、あ、よかった、助かったんだねって言うんですよね。うん。で、そっから、もうここの村には、君はね、いてられないから、もしかしたらその八尺様に見入られたんだ、あなたはと。うん。要は気に入られたんだよと。うん、うん。で、ここにいたら八尺様のいつか餌食になっちゃうから、うん、もう都会の方へ帰りなさいって言って。うん。その時にはお父さんもいるんですよ。うん。で、じゃあ帰ろうってなった時に自分はバンがあってね。うん。バンに乗せられるんですよ。そこ9人乗りぐらいでね。うん。全員みっちり乗るんですって。で、聞くとそれが全員、自分の血筋。なんですよ。数字で固めるんですよ。ガッ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 と。前にはおじいちゃん。うん。後ろにはお父さん。自分の持ってきた車ですね。はいはいはい、で、それ3台、まあ、連なって、ふーっと行くんですよ。何があっても絶対に外を見ちゃダメですよって言われるんですって。うん。わかったって言って、うん。我々は見えないけれども、君は八尺様が見えるし、八尺様にもお前が見えるんだと。うん。だから絶対に外見ちゃダメだよって言って。
分かったって言って、また、ぐっと沈めてね、うーっと進むんですよ、車がね。うんうん、ほんならまた、ポッ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 聞こえるんですよ。うん、え？と思って、ふってみたら、そこに八尺様がいて、うん、もう大股で追いかけてくるんですって、外に。うんうんうん、うわー言うて、うん、でそこからぐーっと覗いてくるんですって、うんうん、車の中をね、うんうん、うわ、怖いと思ってまた沈むんですって、うん、窓ガラスをね、うん、コン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 としてくるんですよ。やってくるんだ、また。やってくるんですよ。コン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 と。うわ、ん、コン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 とやってくるの聞こえるから、うん、見えなくっても、うん、音はするから、いや、今ついてきてるんやと思って、うんうんうん、そのままぐーっと行くんですよ、うんうんうん。で、やっとその村から出るんですね。うん、出れたんだ。で、出られていって、うん、あ、よかったー言って、うん、絶対にもう、この村には帰ってきてはいけないよって言われて、そのまま町の方へ行ったと。うん、都会に。おじいちゃんおばあちゃんの葬式にも行けませんでした。っていう話なんですけど、うん、その後にお地蔵さんが並んでてね、そのお地蔵さんが要は八尺様の行く道をうわわ防御しててね、封印してて、うん、まあ、そこからは行けないよと。なんですけど、うん、この間ついにその地蔵が倒れてたっていう情報が入って、うん、もしかしたら八尺様は野に放たれてしまったのかもしれないねっていう、おー、だポッポッポって音聞いたらちょっと怖いなっていう話なんですよね。うんうんうん、なるほど。短く話すと、うん、まあ、結構怖いじゃないですか。いや、すげえよ。ね、いい話だな。地元にまつわるというか、うんうん、その人のまあおじいちゃんの一体で、うんうん、まあ本当信じられている八尺様という神様かなの話なんですけれども、うんうん、いい面白いじゃん。で、まあこれがかなり盛り上がってて2008年ですよ。で、12年前なんです。未だにまあ愛されてる話なんですよ。うん、シャレコワの中ではトップじゃないかって言われてるぐらいまあ愛されてる話なんですけれども。八尺様って要はそのシャレコワっていうところに投稿されたもんだし、うん、作り話なんじゃないのって思いの方もいるかもしれないんですけど、うん、実はこれ目撃者がいるんですよ。ほう、八尺様。はい、うん。それが芸能人で。おぉ、いるんだ。ユリアンレトリーバーさんなんですよね。はい、結構最近の方ですけど。最近ですよ、はい、うん。まだ売れてない時ですよ、うん。先輩3人ね、男性なんですよ。うん、その3人と男性と、まあ、ユリアンレトリーバーでね、うん、4人で自転車乗って、うん、ちょっとあの移動してたんですよ。うん、ほんなら、男性2人が前。うん、で、ユリアンちゃんと、まあ、男性で2人で行ってたんですよね、ふ、うん、ーっと、はいはい。ほんなら、そのユリアンレトリーバーが、ある公園があってね、うん、そこの前ふーっと通った時に、チラッと見たら、公園の滑り台の後ろに女性が立ってること聞いたんですって。うんうんうん、えと思ってみたらおかしい、ね、その滑り台の上のところに頭があるんですって。うんうん、足はちゃんと見えるんですって、下にね。うん、はいはい、おかしいね。かなりでかいなぁ、あの人と思って、はいはい。で、なんか歌歌ってるんですって。うん。うん、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 みたいな。いや、怖っと思って。うん、ふーっと移動して終わって、はいはい、何やあれみたいな、それを話すんですよ。うん、そしたら、ね、え、見てないそんなのみたいな。いやいや、歌歌ってたし、うん、あんなもん声にいるんだから、わかるでしょって言って、うん、いや、普通に後ろに立っただけじゃないのって話になるんですよ。うんうん、いや、嘘つけと思って、その声のまたふーっと帰るんですよ。うん、そしたら、見てみたらね、うん、180ぐらい身長のある男性がいるんですけどね、その中にね、普通に隠れちゃうんですよ。要は、滑り台に、うん。ってことは、2メーター以上ないとおかしいよねっていう、うん。顔は出ないってね。なんですよ、うん。で、その話をしてたら、番組で、うん、まあ、有名なというか、まあ、ちょっと、オカルトに詳しい方が、うん、それ、八尺様じゃない、うん、って言ったんだ。そこで気づくっていう、うん、八尺様って話があるんだ。で、ゆりあんちゃんは知らなかったんですよ。はいはいはい。そうだよね。そう。だから、その話を受けて見たってことではないってことだからね。だから本当に知らずに八尺様を見てしまったというユリアンレトリーバーの。うん、だあれが女性だから良かったけれども、八尺様の元々の話だと男性に惚れてしまうって話だから、もうそれが他の3人だったらばもしかしたら亡くなってたかもしれないよねという。うんうん、偉い目にあったんじゃないかっていう話なんですよ。なんかユリアン、うん、さんもあれよね、うん、結構霊感強いみたい な、結構こういう話多いっていうね、はい、他にもたくさん見てるんで、それはまた別の機会で話したいんですけれども、ねうん、まあちょっとね、八尺様を見ちゃったとユリアンレトリーバーさんの感じなんですよ。でユリアンレトリーバーさんも確かね、ものすごい田舎の出なんですよね、田舎の方の子なんで、もしかそういうのもあるかもなというお話なんですけれども、うん、その他にですよ、本コア、本コアっていうね、まあ、超有名人気番組があるんですけれども。本当にあったね。そう。うん、岩子出島言うて、うん、あの、稲垣吾郎さんがね、うんうん、やってるやつなんです。その中で、ものすごいね、うん、これも、トラウマ界だなんて言われている、うん、顔の道っていう話があるんですよ。うん、僕も当時リアルタイム見ててものすごい怖かったんですけど、うん、佐藤健さんがやってたやつ、知ってます？全然わかんない。覚えてない。佐藤健さんと、
あと、まあ、女性のね、女優さんがいてて、うん、でそれで車のデートしてるんですよ。うん、でもうすぐ真夜中ですよね。うん、でそのうーっと運転してた女性がね、うん、そしたら、公衆電話があるんですよ。うん、あ公衆電話やと思って、ふって見たら、白いワンピース着た女性が、うん、なんか、電話するともなく、ぼーっと突っ立ってるんですよ、うん。それに見られちゃってて、ふーって見てて、まあ、一回目そらしてもう一回見たらもういないんですよ。うん、え、なんなの今の。でもですね、はいはい、スーッと車は進んでいって、うん、途中その女の子がちょっと疲れちゃったみたいな、うん、運転ちょっとここで休憩させてもらうって言って寝ちゃうんですよふっとね、うん、えこんなところ寝るのと思ってそうだねでその子は電話したかったんですって、うん、なんだけれども山の中だったから、うん、電波来てないんですよ、うんうん、だからさっきのそれは公衆電話あったなと思って、うん、公衆電話のとこ行くんですよ、うん、そしたら公衆電話のとこも壊れてて使えないんですよ、うん、えと思ってそんな近くの家があるんですね、大きめの。うん、でそこに行くんですよ。うん、で、ちょっと電話貸してくださいって言うんですけど、中から全然声も聞こえないし、うん、まあ人の気配もしないんですよ。うん、なんやねんと思って、中ふっと開けて、うん、すいませんって言ってもいないから、電話借りようと思って入るんですね。うん、ですいませんって言いながら、タンタンタンと入ってたら、奥の方から、もうむちゃくちゃでっかい女の、白いワンピースの女が、うん、うわーっとこっち向かってくるんですよ。うんうん、で、顔がないです、それが、うん。で、うわーっと向かってくる、うわーってなって、そのまま車乗り込んで、うん、起きろ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 って起こして、そのままブーッと進むんですよ、うん。ほんで、なんだったのみたいな。いやいや、もう、顔がないでかい女がいたんだよみたいな、うんうん。なわけないじゃないみたいな。うん、バカなこと言って、ってトイレが振って前見たら、でっかい顔の女がうわーっといたと。うん、そこに、いやーってなって、うわーまた車に進んですよ。うん、で、ふっと止めて、うん、何だったんだあれって言って、外を見たら、うん、外の、要は、扉のとことかに、うん、ベタベタベタと手がいっぱいついてたっていう話なんですよね。うんうん、これが道の顔っていうのです。でも思いっきり発射そうなんですよ、これ。っぽいよね。うん、で、本校あって、うん、要はいただいた話を映像化してるものだから、なんか投稿だって。そう、投稿なんですよ。八尺さんを見てる人って、いるんですよね。ああ、なるほどね、うん。いるんですね、うん。で、またこれ時代が、もうちょっと遡りまして、うん、戦国時代とか、安土桃山になるんですけど、だいぶ遡りました。1500年代の話なんですけど、はいはい、同じような話があるんですよ。はい、これ、七広女房っていう、妖怪なんですけど、島根県で伝わる、うんうんうん、これがね、12メートルある女なんですよ。だいぶ、サイズ感がだいぶ変わっちゃいましたね。2メートルから3メートルなんですけど、うんうん、そうですね。12メートル。12メートルってどれくらいなのかな、うん、もう、なかなかのビル感ある、ね。3階建ての家ぐらいなんですけれども、うん、12メートルのね、ぐらいとそうそう、七広女房っていう会がいて、それが脅かしてくるっていう話があるんですよ。うん、もう、それはすごいよ。それで、女房が岩っていうのがありましてね、島根県に。はいはい、それが6メーターぐらいの岩なんですけど、うん、そこに実は封印されてるんじゃないかって話があるんですよ。ああ、うん、その、七広女房がね。七広が、うん。それがだん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 でっかくなっていってるんです、その岩が。面白いでしょ岩自体が。岩自体が。なるんだ。もしかしたらその岩が封印が解けてるんじゃないかと。これが、12メーター行ったら封印解けんじゃないかと。俺もと、そう、最初に思ったのが、うん、12メーター入んないんじゃない ?6 メートルに、うん、って思ったの。ギューッとなってるんですよ。そうそう。でも大きくなってるってのは、だから8切れんばかりの。そう。ってことでしょ。その岩が砕けたりしたら、七広女房がもしかしたら復活するかもしれないよという。岩膨らむってそんなことあんのかな、うん、すごいね。同じような話で、これも髪が長い顔が青白い女が脅かしてくるって話なんですよ。男をね、うんうん。七広女房。これももうほんまそのまんまで、だから昔の1500年代からずっと伝わってるんですよ。うん、これが八尺様って今名前が変わって、うん、ほんでもってネットとかで流行って、で、うん、今発着さんとなってるけれども僕からしたら七広女房島根県だ、まあサイズ感こそ変わりはしてるし、うん、ちょっと今風にミニマムになってるかもしれないけど、うん、でそういう意味ではほとんどベースは変わらずに、はい、そうですね、言い伝えられてるのかもしれないね、うん、別で言うと長面幼女っていう妖怪もいて、うん、私あんま知らないかもしれないですけど、うん、長面幼女っていうのもそれも3メートル4メートルの女ですからね、超巨大な女ですから、うん、だからもともといるんですよ、そういうのがね。そう、だからさ、うん、まあ、女ばっかりじゃん、基本的に話して。そうですね。でも、はい、男だったら、それ、デイダラボッチとかそっち系になっちゃうのかな。そこまでじゃないですけど、ニュードーとかって言いますね。ニュードーで。まるまるニュードーとかっていうような名前になるんですけれども、まあまあそういうのもいたので、歴史的からすると、まあ全然いたよって話なので、見てもおかしくない話なんですよね。うんうんうん、それがまあ八尺様だと思いますね。うん、いや、面白いなと思いました。八尺様いろいろね、語らせていただいたんですけれども、はい、ちょっと今回ね、僕が募集するのは、まあ、八尺様見たかどうかって話ももちろん欲しいんですけど、うん、怖え女。
ああ、うん。でかい女じゃなくて。怖い 女, 怖い女。でかい女ってそんなにいないでしょ。まあまあ。大林もとことかってんでしょ、どうせ。うん。なんです。ちょっと怖い女性っていいなと思って、その八尺様も、ちょっとストーカー気質なんですよ。男の子を付け狙うっていうね。まあね。しかも、未成年の男の子しか興味ないんですって、八尺様って。うん。成人してない。そうだね。うん。本当はいい子かもしんないけど。そう。だからそういうのもあるから、ちょっと、おー、ストーカーキスじゃないけれども、怖い女性の話なんてあったらば、ぜひぜひ送っていただければなと思います。はい。はい、別に八尺様見たとかっていうのでいいからね。いいですよ。うん。うん。それこそ、私が長面幼女ですっていうのでも全然いいし、うん、全然いいんで。いいですから、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。はい。以上です。ありがとうございました。